はい、皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。妹と申します。では、今回もポケットモンスター、レッツゴー EV の方、実況してまいりましょう。パート14か3?まあ、そのあたりかな、ということで。前回は岩山トンネル抜けて、鳥など何体か何人かと戦って、ね、このシオンタウンの伝説の絵、ね、名曲と言われるとこ聞いて、死んじゃったのか?もう死んだとか言うのは失礼な。でも一応前のポケモンから元気か見てやるよ。やっぱり挑んでったな。読めてたぜ。ポケモン問いなのティゴシが勝負を仕掛けた。お前が出す戦闘のポケモン知ってるんだ。飛行タイプなんでしょ?読めてるんだよ。オッケー、ピッカー、行くぜ。10万ボルト。よし、エスカットルね。よし。オッケーオッケー。おい、マヒッタ、カミー、ラブタン、カミー、いい子いい子。砂かけとかやめろ、お前。もうマジ害悪やな、こいつ、ティゴシ、ほんまに。おー、すごい傷薬。でも、麻痺状態は変わらんからね。おっと、一匹目に使っちゃっていいんですか?あなた、御三家とか、ピカチュウとかに使うんじゃないんですか?相棒の。まあ、いいですけど、全然。早めに使ってくれるのは逆にありがたいこと。イエイ。倒して。臭い花はもう野草が解放者覚えとるし。いい。行くぜ、ブッキーが行くぜ。火炎放射おりゃー燃やせブッキーちょこ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 よしよしよし眠り粉とか危ない技が捨てたなこいつおら燃えろうーん倒れない眠り粉を優秀マジ優秀やわブッキー超優秀やわ燃やせオッケーライトゥーはゴロン先輩で行くよゴロン先輩というかゴロンちゃんで行くよでうん、うん、失礼いたしました、うん、ああ調子悪いわ穴を掘る電光石火ああよしせっか多分倒れるねはいオッケー見てくれた割には倒しちゃったよ4分弱ぐらいで倒したかなオッケーオッケー元気すぎすごいじゃんあ、しまった、勝負してた。カラカラがどっか行っちゃった。まゆ、カラカラしてる骨をかぶったポケモンなんだぜ。あのカラカラ何かを探してるみたいだと。もっと上の階に上がったのかな。上行ったんかな。上へ参ります。プラスパワー、ドーピングアイテム。これ攻撃力が上がるんですね。使ったら。お、コーチトレーナーおる。なった剣についてブルブル。あ、勝負ですか?私強いですよ。いいですよ。ブルブル。ブルブル。いきますよ。ねほんま、前回のコーチトレーナーほんまやばかったっていう、前回寸前やったで、コーチトレーナーのへしま。石つぶて、ほー。石つぶてとか、私のパーティーで言ったらカモポケモンですよ。の私が、イキイキバブルでやっちゃいましょう。イエーやっとい岩なだれはーあートゥトゥトゥルルルルおー素早さ買っとんかなるほどまあいいや別にうんそれはよろしくないんちゃうんかな
いや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 、多分ピンチでちょっと泣きそう。よし当てる。よし、うい、倒れない。しかもまさか個体値円かいな。マジかよ、倒れないとか聞いてないわ、聞いてないわ。今なんだ。よし外した。よし、うい、オッケー。やばいやばい、油断しとったら危なかったわ。さすがコーチトレーナーのポケモン、なかなかいい個体値を持って、多分育て方もぶっぱとかしとんじゃないんかな。多分倒れんようにちょっと振ってるとか、 V が入っとんじゃないんですかね。多分個体値もブルブル、君の強さ震えてる、ありがとうございます。落ちてたもの、そこら辺に落ちた。 EV の雨ごこ、そうそう、雨システムがあるんですよね。なんか EV の雨、これ使ったらどうなる。特定のポケモン能力すべてあげる。ほう、ティゴシがストーカーして、おい、カラカラ。見当たらないな。うん、あれは、うん、いや、おば、おばけきゃー、育児なしやな。おばけにビビるとか、土地それ土地それ、ビビビ向こうが立ち去った。カラカラ強い、まあ、カラカラなんだか寂しそうに降りていった。やばい、なんか霊媒師みたいなのがいっぱいおるんやけど、ゴーストポケモンですよね。まあ俺の出番かな、ここは。はい、ビックラー。一押しか、アイリー、アイリーちゃん、ゴース、うん、読めてるよ。ゴースと毒か、噛みつく、オッケー、強いわ。うん、助かった。道具、眠気覚まし、行きましょう。なんかおるな、なになになに、立ち去れ立ち去れ、キャッキャー。は、うざいんやけど、それはうざくない。捕まったら戻されるとかうざくない、それ。ピカチュウ、なんか怯えている。まあそれは怯えるよね、幽霊いっぱいおるし。いや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 、襲ってくる、助けて助けて、エッチな人がいっぱいいるわ。チッス、キトウシさん、来てけ。キトウシか、皆さん幽霊見たことありますが、まあ、せっかくここでなったんでね、私幽霊、まあ、目に見えないものを見る力っていうのは、まあ非常にまあ確かに必要ではあるとは思うんですがね。まあ流れとか空気、空気見えたらちょっとそれはちょっとお病院の方行った方がいいかもしれないけど、不意打ち、不意打ちは攻撃技していったら先制できる技ですね。で、私みたいに攻撃全部にしとったら必ず先制取られるってことですね。はい、トミコちゃんに勝利。いい傷薬、うん、だからそれも素晴らしいとは思うんですが、悪霊め、うわ、いや、悪霊じゃないです、私は天使ですみたいな。一押しの琴音ちゃん、ゴース、ゴースしか出してこんの。
こんなんな噛みついておしまいよ。噛みつけ、おりゃ。オッケーオッケー、ゴースを繰り出そうとしている。そのままでオッケー、オッケー、噛みつけ、不意打ち、またか。はい、オッケー、強い。154、はい、勝ち。幽霊が襲ってくる、幽霊が襲ってくる、助けて助けて、登っていこう。幽霊がまたいっぱい襲ってくる。穴抜けの紐、やや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 、助けて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 、怖いよ、怖いよ、怖いな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 。あー、鬼頭氏に見つかった。ぐー、幽霊め、投資のヒーナちゃん、ゴースしかもう出してこんのやけど、ゴーストとかそのうち出してくるんかい。で、俺が行くぜ。俺は幽霊なんか怖くないんだ、噛みついてやる。ほらね、現実ではね、噛みつけんてんね。ポケモン界では噛みつく、まあ女性にはいっぱい噛みつかれよるけどな、いろんな意味で、いろんな意味でね。オッケー、ね、ゲームの世界ぐらいは噛みつかせろ。不意打ち、またもっち、まあ呼んどるけん多分不意打ちしてくるんでしょうね。多分また噛みついてくるだろうと。うん、なかなかできてますね。地道に HP を減らされていくような。28、幽霊はどこじゃ。オッケー、いっぱいおるな、ほんま。投資の何、サオリ、やばいわ、サオリンやわ、サオリン、やっぱスタイル良さそうやな。オッケー、しかもレベル25ばっかなんやけど、噛みついていこうっと。おりゃ、全然見栄えがないんですが、全然見栄えないんですが、ただ噛みつくだけのお仕事になっとるよ。はい、オッケー。手助け、あー、これダブル専用技なんでいらないかな。手助けすれば相手のポケモンが多分 1.5 ぐらい多分上がるんでしたっけ。ゴースト来たね。よしよしよ。やっと新しいポケモン出てきた。ゲームレベル。はい、噛みつけ。不意打ち。あー。はい。はい、強い。進化しても一発で倒せると。やっぱサオリンはちょっと強かったですね。ゴースト持ってましたから。はい、道具、テレポート、必殺テレポートやわ。そういう曲ありますから皆さん聞いててくれください。もう噛んだやん、大事なとこ。一押し、うわ、上からゴーストが襲ってくる。助けて助けて。その子か。え、どの子？その子？寒っ。この時期にこの場所で言うとかもやばいわ。不意打ち。痛い。結構食らったな。急所に当たったな。まあ、よっしょ。はい、噛みついて終わり。ブッキーもレベル上がった。よーし、ゴースト1体か、うん、やっぱサオリンの方が強いわ。いやいやいや、来ないで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 、キャー、エッチ来ないで来ないで。よーし、どんどん上がっていこう。4回かな。チュルルルル。危ない危ない危ない、当たりそうやった。レポートしよう。オッケー、道具あるね、後ろに隠れとるね。もう分かりづらいな。
トゥントゥルトゥン、一押しの人へゴースト。おー、ここら辺からゴーストになってったな。 OK バイバイ、行くよ、噛みつく、不意打ち、あーやめて、倒れちゃうよ、何すんじゃおら。354,000円。道具あるの見逃してない私は。はい、金の玉。うわー、こんなとこ隠して、まあ、のうのきたもん、それ隠さんとね、もう捕まっちゃいますからね、ということで。やばいやばい、お化けが来る、お化けが来るよ。お化けが来るよ。ここは、結界を張ってある、休んでいかよ。お。やった、回復だ。よし。これ取れないじゃない、取れない。ゾンビちゃうわ。チュルチュー、一押しのかよこ。ゴースト。グッバイ。まあ、噛みつくだけの、あー、スピードスターとかしてしまった。食らわんのに。食らわんのにバカ野郎。うん、ゴーストタイプでノーマル技効果ないんですよね。っていうとこ見せたんですよ。いや、あえてしたんです。あえて。あえて。大事なことなんで2回言いましたよ。ごめんなさい、本当ミスだけです。すいませんでした。許して、許して。いや、消さないで、逃げないで、動画変えないで、お願いします。何でもしますから。ゴース。はい、噛みつく。よし、1000円とモンボ。よし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 、道具ゲットして、氷の石を進化できるゲットしたな。 EV とかに使えるんか今。いや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 、来ないで来ないで来ないで、やばいやばい、幽霊があった、幽霊があった、助けて。ジュ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 チューチュルチュー、何しずる。ゴースト、ゴーストゴーストしか出てこんよ。ここはどないなっとんねん。まあ初代やけんそんぐらいしかねゴーストポケモンがおらんけんな。不意打ちやめて。まあ初代ゴーストタイプ自体がなかった。ゴースト確か毒タイプとかでしたよね。毒とゴーストタイプはあったんかな、ゴースト技がなかった。まあそのあたりがちょっと忘れてるんですが、ゴースに対抗できる虫技ぐらいしかなかったんで、まあエスパーで毒があるんでそっちで押す方がいいよねみたいな。冬なんでね、冬で地面技食らわんしみたいな。この頃特性とかなかったんかな、まあようわからんけど、もうエヴァ、エヴァ勝ったからいいや、そんなこと言ったら勝ったでないか。噛みつくだけのお仕事して、まだおったし、まだおったんかい、4体もおっとるしこの人、もうめんどくせえ、そんなゴースいっぱい持ってどうすんよ、ほんまに。ほんま初代から比べればポケモンもだいぶ進化しましたわ。まあたまにはね、古きを、なんでったら古きを知るのも大事と言いますよね。古きを知って新しきを得る、なんかそんなことわざあったような気もせんこともないけど。はい、さようなら。いい、バイバイ。おびき寄せて、いや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 、結界だ。一回上に誘導して、これ誘導ゲーム、お消えた。よしよしよしよ、消えた消えた、チャンス。戦ってなかったの。ミコト、おー、祈祷師らしい名前じゃないですか。ゴーすると何体持っとん、3体も持っとん、めんどくせえこいつ。
めんどくさいわ。毒毒とかめんどくさい技を、これどんどんダメージ増えていくんですよね。猛毒状態、うん、16分の1ずつ増えていく。最初16分の1から始まって、次16分の1足して8分の1ですね、まあ、16分の2で、次16分の3、16分の4、まあ、4分の1ってどんどん増えていくんですよね。だい長期戦に持ち込んだらやばい技なんで、とっとと倒さないかん。最初は16分の1です。ポケモン入れ替えんといこうか。で次8分の1食らうんで、16分の2、まあ見とってください、増えるんで倍食らうんで。今が HP6 でしたよね、なんで12クラウンかな、12クラウンかな。いやいや、ようわからんけど HP なんぼ97やな。そうやね、そうやね、96やで、そうやね、12くらいますね多分。うん、そうですね。ゴースで、つい16分の3くらいますね。噛みつく、やめろー。18クラウンかな、だから OK。でこの毒毒とかの16分の1調整でよく 16N-1 とかの調整をするんですよね。切り捨てるんで、ちょうどから増えるんでね、そのダメージが。まあそういうこともほんまちょっとの差で大事になってくるんで、まあなんか余計金縛り怒りざるみたいな言い方しよるけどな。祈祷師のサワコ、サワコ触っていい、マジで勝ったらさ32強くない？なんか一気にレベル上がったんやけど。いや待って、ここ来るの早い。毒毒毒毒とか、あー倒れなかったし、しかも電光石火とか食らわんのよな。いちいちバブルとかしちゃおう。毒毒しかしてこんないけど、何こいつ。おい、はい、さよなら。オッケー。ああ。ゴロンレベル30。やばいやばいやばい、12ゴースト持っとる、3匹おる。やばい、持久戦に持たれた、やばいな。32、噛みつけ、不意打ち、やめろ。ついに18クラウンかな。お、やったね、倒したぜ。ピジョンレベル31、高速移動ええかな。いやいやー、やばい。ゴーストか、かえよ、次倒れちゃうんで。地面技食らうかやろうか、毒持っとんの。サワオッケー、やばい、ゲップが出そうだった、すいませんうーん、穴を掘る。ナイトヘッド。これもレベルダメージですね。シチューナレと一緒です。32クラウンかな。32でしたよね。32クラウンますね、多分。穴を掘る。よし。あ、食らうわ。よし。オッケー。もう毒毒毒は消しとこう。毒消しで、いい傷薬も使っておこう。はい、毒毒毒毒毒し、電気のかけら、いいねいいね。破滅絶望、
同士の打ち合いゴース、トゥルトゥ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 ルトゥトゥゴースか、噛みついて、おれありがとうございます。はい、ゴースを勝ち、さっきいきなり32とか強かったのなんなんかな、あの人。まあいいわ。はい、29まで上がったゴース、何匹持ったんこいつ、3匹。もうまたこれもさ、このポケモンタワーパートで終わっちゃうやん。もう全然すまんな、ポケモンほんま。確かに最速でクリアしたい気持ちもわかるわ。まあまあそんなすぐ終わらんのがポケモンですからのいいところということで、ああ襲ってくる、助けて、もう一通し、急ぎ一通し、あ後ろに道具ありましたね、また死に逃せませんよ。やえこゴース、そろそろゲンガーとか見たいなみたいな。あまあ分かってる方言いますよ、このゴーストっていうのはゴースの進化ってポケモンですから、まあ名前が似とんで分かっとるかなと思ってもあえて言わんかったんですけど、まあ一応ね、一応説明しましょう。ポケモン知らない人も全然見るかもしれない。まあそもそもここまで見んと思うけど、ポケモン決めたパート1で何やこれって言ってね、もうそそくさんに去っとるわみたいな。はいはい、道具、ハイパーボール、おー、いいボールだった。ハイパーなボール、エッチなボールやわ。エッジボールゲットして、すごい傷薬で、後ろから来おるね、幽霊。なに、なんか来た。いやー、でかい、おっきい、おっきい。立ち去れ、ここから立ち去れ。うー。妹が振り上がって先に進めない。ここから先進めんのか、あれがシルフスコープないといけんけえか。俺が怖がってごめんなさい、まゆゆさん、育児なしとか言われよるわ。じゃあ連れてってもらおうか、一回まで。出しとるー、出しとるー。一回まで戻ってきてー。ね、次どっち進むが正解なんかいの。次左が正解かな、正規かな。じゃあ回復して道路に入ってトレーナーの前のとこでこのパートは終わりましょう。およそ30分ぐらいそろそろ経つかと思うんで。はいはいはい。チュン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 。次はいよいよ4つ目のジムの前まで行きたいなー。ね、エリカ様と対決前まで行きたいな。多分下はカビゴン。何武蔵、サカシ様のためにシオンタウンまで行ったけど、富士ってじいさんどこにもいないじゃん。あと探してないのはポケモンタウンのてっぺんとか、変な幽霊が邪魔で上まで行けないよね。じいさんは見てやれなかったが、このカラカラだけのあいつらを触っていこうぜ。そうね、玉虫姫をのけっとゲームコーナーに行きましょう。まあ、はいはい、あんたのママ玉虫姫待ちよ、一緒に行きましょうね。まあまあ騙されている。ちょっと気前はそれと急いで連れ去られていく。大変なものを見てしまった。やっぱあっち進むのが正解かな。8番道路、8ロードですね。トレーナーいるんで、じゃあ今回はこの辺りで終わりましょう。で次回はこの8番道路探索して玉虫シティまで行きたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。
次回またお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。